こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2021年の6月27日を2時間半ほど過ぎてしまいましたけども、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 139.67 ということで、相変わらず冴えないですね。こちら4時間足ですけど、ちょっと横ばいになっているのと、ここでね、まあこんな感じでダブルになっているので、そろそろね行くかなと期待を込めて思うんですが、日足だとこんな感じですね。はい、270円のあたりからずっと落ちてきて、まあこうなってるんだけど、ここでね、こんな形のが出てるので、ここで反転して、まあ、これがね、全体の反転の兆しになればいいなと思います。ここでね、今ちょっと停滞してて、まあ月曜日から動きがあるかもしれませんけど、ちょっとね、ここで、なんていうのかな、レバレッジかけてロングで入るとかね、そういう感じでも、なんか、やらないしできないけどいいかなと思いますね。なんかこの辺もうちょっと広げてみますか。はい、この辺がねやっぱりサポートになってるように見えますね。どう考えてもね、ここの線のところ、そしてこの辺りですよね。だからちょっとまあそんなに大きなレバレッジかけれないですけど、ここでねロングで入れば、まあ上は天井、まあ下は、この辺で損切りという感じでできればいいかなと思いますね。はい、まあそういうトレードがあればね、できればいいけど、なかなか難しいと思いますが、はい。はい、水川さんです。注意喚起の動画と、体のエイダー Google Play Store の偽鎧ウォレットはダウンロード厳禁、あなたの資産は常に狙われていますと、拡散希望ということで撮ってまして、ここにちょっと見えますけどね、鎧のマークがあるんだけど、ここがちょっと違うみたいです。はい、でまあコメントとかねよく読めばおそらく違うだろうなっていうのが分かるそうなんですけど、まあとにかくね、IOHK のサイトとか、まあ鎧だとエマゴですか、あの辺から持ってくるっていうふうに、まあ、癖をつけた方がいいかなと思いますけど、やっぱり、水川さんがおっしゃってたのはね、やっぱ新規参入がねやっぱりまあいつも多いんだけど、これ最近の春のビットコインの騒ぎだとか、まあこれからね体のが人気を帯びて、メディアにもねいろいろ出てきたりするでしょうと、その時に、新しい人がじゃあウォレットをダウンロードするかなという時にこういうのが入ってくるということで、まあ、常に気をつけないといけないし、まあ、仲間にねなんかエイダの話をしたりする時はこういうのも気をつけてという話でしたね。はい、でちょうど似たような話で、渡辺壮太さん、それはだから実名でやってるチームには敬意を払うと、ハッキングしなくてよい分ソフトラグな便利に利用される開発者は他にトークンを売りさばいてからプロジェクトを畳むのみ、匿名開発者は自分の評判を犠牲にすることもないというボーナスもついてくると、はい、何を言ってるかというと、デファイでもね、まあ、今いろんなプロジェクトができていて、その中で、スキャン的なものが多いということみたいです。デファイに詳しい人間なら誰しもラグプールという言葉を聞いたことあるだろう。これは会社プロジェクトとして投資家のトークンや資金ともに失踪するスキャムのことである。しかし今回はスキャムのルーキーソフトラグを紹介する。この人の新種のスキャムはとてもシンプルだ。プロジェクト創設者はユーザー資産に手をつける代わりに自分で発行トークンのマーケットに売り浴びせてエグジット、オープンファイナンスにおける新しいラグであるということで、まあ、この売り浴びせてっていうところが、まあ、特徴みたいなんですけど、まあ、とにかく、まあ、ICO でいろいろあったのとちょっと被るなと思いまして、でおそらくこれ聞いていただいている方はADAを持っているので、16年17年18年でいろいろあった事件をね思い出すことができると思うんだけど、その頃にクリプトの世界に目が向いてなかった人たちは多分これからね我々がやられたり、まあ、しのいできたりした、あの辺りをね、これから経験する方が多いと思うので、そこはね、先にそういうクリプトの世界に入ったものとして、ちょっと注意してあ、げたりね、っていうのが必要かなと思いますね。であと、まあ、実際に投資のチャンスもいっぱいあると思うんで、その中で、デファイのところですね、まあ、体のも周りにデファイいっぱいありますけど、そこでちゃんと選ぶっていうのが大事でしょうね、おそらく。はい、そしてビビちゃんと、組長ちゃんも同じように、ね、言ってます。偽物の鎧を売っては出回ってますと、資金全部抜かれますよということですね。はい、アンゴローさんですね。はい、金融庁何すんねんということで、チャルパチャルさんじゃなかった
アンゴラさんが喋ってますのでね、おそらく分かりやすいと思います。ちょっと私見てないんですけど、気になる方はぜひご覧になってください。はい、次ジェフさんです。こちらを見てもらった方がいいかな。ウォレットに関してですね、統計的なものを取ってくれても、統計力グラフ化してくれてますので、はい、こちらカルダノブロックチェーンインサイツというサイトの名前がありますけど、こちらにいろんな項目があって、右にグラフがあります。これはシェリーのディストリビューションとここに書いてありますけども、ここに、これは飲料ですかね。でこっちが、まあ、占有率ということで、こっちに、まあ、中期というかがありますね。よいしょ。でこれはウォレットの、あ、ここにもありますね、ウォレットのその数、と保有量ですね。この保有量についてはこちらにあるように名前をつけてますということですね。はい、でさっき見てもらいましたが、ここにね、ステークプール、ボリュームトランザクションということで、いろんな見方ができるので、ちょっとねお使いいただけるといいかなと思います。はい、ビットタイムス、ブロックチェーン資産ご資産ニュースまとめと、はい、こちらサイトなんですけど、全部で12個ですね、ありまして、カルダノの関係はちょっとピンとこないですけど、ジョン・マカフィー氏獄中死去ということで、ジョン・マカフィー氏に対してのチャールさんの動画がちょっと出てましたね。はい、この方は、はい、セキュリティソフト会社マカフィーの創設者でありながら、仮想通貨ブロックチェーンの関連の活動を積極的に行っていたことでも知られるサイバーセキュリティの専門家、75歳がスペインの刑務所で死亡していたことが明らかになりましたということですね。はい、まあ、仮想通貨ブロックチェーンの活動に積極的に行っていたということですが、刑務所に行ったのはなぜかとちょっと分かりませんが、でセキュリティのマカフィーってパソコン買ったりするとね、なんかちょっと急に名前が出てきたりするやつでしたね。はい、そして金持ち父さん、貧乏父さんのロバート清崎さんは、ビットコインが2万4千ドル予想ということです。ビットコインが2万4千ドル下がるのを待っているということですね。はい、まあ、こちらの方のこの本はね、有名なので、ファンの方も多いんじゃないかなと思ってますけど、その方はこうやっておっしゃってます。はい、次、エイダテイメントさん、こちらに書いてある日本語にすると、ね、タンジェムしばらくの間はもうありません。これは理由がありますか？ありがとうございました。ということで、タンジェムカードっていうのがね、ありまして、このカードにエイダをこう埋め込むというか、入力することができるんですね。はい、ただ、実際に、これは、なんだろう、ミートアップとかに行くとね、もらえたりしてたんだけど、まあ確かにね、使い道がなかなか今まだないということで、これもまだ、復活してくれると嬉しいなと思います。はい、ではね、段に戻りまして 139.91 ですね。14,012.9×139.91 で元本が10万円ですので、186万545円のプラスと。で 1860.5% のプラスということになりました。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。